花火。花火を、ね、はい、浴衣できたんですね。今日はもうあらかじめフルーツは下ろしてもらってます、はい、じゃあ今日はこいつで花火見に行きます。はい、だから今の普段の生活多少ストレスを抱えながらもすげえ燃えとるよな。あれ大丈夫なんですか。なんか火事っぽいです。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は何を撮る予定ですか。今日は花火を行きます。花火を、はい、浴衣できたんですね。花火といえば浴衣。まあ確かに確かに確かに。どこで花火を見ますか。今日は海の上で。海の上でね、クルーザー出してね。クルーザーで。じゃあ早速行きますか。はい、お願いします。はい、よし、じゃあ行きますか。お願いします。よかったね、風ないし。よかったです。今日はもうあらかじめフルーツは下ろしてもらってます、はい、あ、そうなんですね。うん、すぐ乗れる。はい、どうぞ。気持ちいいね。よし、じゃあ今日はこいつで花火見に行きます。特等席ですよね。特等席だね。最高の特等席です、うん、じゃあ乗って。よいしょ。じゃあいろいろ準備していきます。熱いな。熱かった。6時、まだちょっと余裕。よし、行きましょう。気持ちいいな。ギリかな、6時15分。よし。花火って何時から上がるんですか。花火はね、ちょっとわかんない。7時50分ぐらい。結構時間ある。めっちゃありますね。時間ある。めっちゃある。でも、6時半までに行かんかったら船の通行規制あるんで。ああ、船もあるんですね。そう、船の通行規制ある。内側はさ、さっきの堤防あったやん。あの切れ端くらいまで電なのね。こっちは結構ギリギリまで寄せれて。花火はどっち側から出るんですか。あっちですか。あっち側に台船が来るから。あー、ルパークすごい人いっぱい。もう人おる。すげえな。ここから見たらめっちゃ迫力すごいよ。ここの橋全部からさ、ナイアガラの滝出るからね。オッケー。ここから見るんがめっちゃ綺麗かも。ただもう絶対綺麗なのはここだよ。ここから見たら絶対、これ最高ですね。これ絶対最高だよ。やば。お、虹。よし、じゃああとは花火が始まるのを待とう。ああ、涼しい。ちょっと雨雲っぽいね。ですね。ちょろっと降るかなっていう。今日ビトンとナイキンの靴、うん、開封動画撮ったからワンチャンと思ったんですけど。あ、入ってくるかと思った。そうです、そうです、そうです。さすがにさ、初っ端おろしで海はないよ。確かに。このナイアガラの滝が出るんだね。あ、まあまあ、
これ以上の特等席はないと。ないですね、うん、確かに。こういうの見るために頑張ってるんだよ、うん。じゃあ質問一ついいですか。行動しようと思っても行動できない人多くいると思うんですけど、その人に向けて行動できるようになる方法、アドバイスを教えてください。行動できない人へのアドバイスしなくていいんじゃない。そこまで理由がないってことでしょ。結局今ぬるま湯に使ってる状態で、今の現状にある程度満足しちゃってるわけよ。なんかほら、切羽詰まってないわけじゃん。きらびやかな生活をしてる人を見ていいなって思う程度で、で自分も何かしなきゃって思ってはいるけど、動けねえよそんなやつ、一生動けないよ。だから今の無難な生活、多少ストレスを抱えながらも普通に生活していけるわけだから、その生活をある程度捨てる勇気がないと無理じゃないかな、そこも確保しつつ、こうもっとなんか上を目指したいとか、そういう人がほとんどだと思うから、そこを超えないと、無理じゃない。じゃあもう一個質問いいですか。どうぞ。今翔さんは FX の YouTube を出してると思うんですけど、翔さん自身 FX と出会って一番何が変わりましたか。お金に対する考えかな。やっぱお金を単なる数字だったりとか、単なるツールっていう風に捉えれるようになったから。前まではさ、やっぱお金にフォーカスしすぎてたけど、そこからやっぱお金に対する FX を学び出して、投資を学び出してから、やっぱ FX って数字の上下があからさまに見えるじゃんね、金額の上下が数字として現れるから、そこをやっぱお金にフォーカスしすぎちゃうと勝てないわけよ。でそこからもうなんとかね、お金のことを考えずに、その FX のトレードっていうものにフォーカスしようと思って、お金についていろいろ勉強しだして、でそこからかな、なんかあんまりそうお金に執着しなくなったのね。お金の、その自分の口座に入れてる残高の上限、FX の、その FX 業者に預けてる口座残高、あんまり気にしないようになってから、やっぱトレードに集中できるようになって、お金意識してると、やっぱ自分のポジションが気になるんだよ。自分のエントリーしたところからの、自分がエントリーしたところがリファレンスポイントになるわけじゃん。そこからの上限が気になってしまう。でも相場単体で見ると、その自分のエントリーポイントって一切関係ないわけ。やっぱその相場の流れが短期中期長期であって、どこまで上がったら落ちるか、どこまで下がったらまた上がり始めるか、それって自分のポジションに関係ないわけじゃん。そこだけを見るようになったから、そこだけを見れるようになってきたかな。まあ、そんな感じでお金に対しての見方、考え方、あとやっぱ投資目線でのお金の使い方とかね、あとお金だけじゃなくて、その時間の使い方とかも投資目線で見れるようになったし、そんな感じかな。まあ FX から学んだことはたくさんあるね。あとはまあ具体的なところは、僕の本読むか、はい、YouTube 見るか、 LINE 公式登録してそこでもなんか全部やるか、全部やるかでお願いします。はい、未だに来たりしますか。FX の具体的に稼ぐ方法を教えてくださいみたいな、この答えをくださいみたいな人とまだコメントとかできたりしますか。あ、答えを求めてる時点でやっぱまだその辺学びきれてないんだよね。だって答えなんかないじゃん。ないですね。結局やってみてさ、感じながらこう自分で変えていくしかないんだから。はい、そろそろ始まります。はい、どっから上がるんだろう。クライマックスがナイアガラの滝の、はい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 、あれですね。さあ始まるよ。ちょうど見えるね。いいね。夏だね。夏ですね。すげえ燃えとるよな。あれ大丈夫なんですか。なんか火事っぽいです。ちょっと状況わかんないけど、一旦中断してます。結構ひどそうだね。結構ひどいですね。この状況もわかんないから、あんま好き勝手は言えないよね。はい、質問の続きしてもいいですか。はい、はい、どうぞ。お金を稼げない人の特徴を教えてください。自分で家計を管理してない人、お小遣い制のサラリーマン、絶対稼げない。なるほど。与えられた仕事だけをこなす。
して、嫁さんに全部絞り取られて、与えられた小遣いだけの中で、愚痴を言いながら生活してる。そういう人は、じゃあ奥さんが立場的には上って人ですね。上だよね。上ってことですよね。上だよね。あとは、なんだろうね。人から与えられることを当たり前だと思ってる人。会社や国が守ってくれるみたいな、そういった他力の人は無理だと思うね。だって結局お金ってさ、価値との交換じゃん。だから自分がこう価値を提供するっていうマインドでね、提供した価値の対価としてお金をもらうんだっていうマインドじゃないとお金は稼げないと思う、そんな感じ。はいはい、はい、その一言、その人たちに向けてアドバイスじゃないですけど、アドバイスは特にないその人が幸せならそれでいいと思う。別にお金があることだけが幸せじゃないしね。どう？あ、鎮火したよ。中止だって。え、中止って？残念ながら中止になったようです。中止です。火災のため。まあね、しょうがないよね。はい、3年ぶりだもんね。じゃあ中止になったんでやりますか。やりましょう。うん、残念だけど今年は中止です。まあまあ少し見れたもんね。ちょっと明日のニュースに出るだろうけど。はい。帰りはね、真っ暗闇の中帰るんだよ。もう夜はさ、ナビの通った道だけを頼りに行くしかないから。あ、確かに見えないですもんね。見えないですよ。この方向には本部こんな感じで、はい、残念ながら中止になりましたが、はい、まあ少しだけ見れたもんね。はい、いやでもクルーザーにもう乗れた時点で最高ですけどね。ただ夜はやっぱ別格ですか、ね、夜はそうね、はい、夜はこの花火の時しか乗らないからね。でも天気もめちゃくちゃ良かったんだけどちょっともったいないね、うん、来年に期待だね。はい、まあ、そんな感じで、はいはい、今日はちょっとね花火見にクルーザーで花火見に行ってきました。はい、うん、まあ、残念ながら途中で中止になりましたが、はい、怪我人のいないことを祈ってます。はい、まあ、こんな感じでこのチャンネルではモチベーションが上がるようなプライベートと具体的なお金を稼ぐ方法両方発信してるんで、ぜひねこの動画良かったっていう方だけでいいので YouTube の高評価あとチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと動画の概要欄にある LINE 公式登録することで、僕が FX 初心者だった頃こういった学習用コンテンツが欲しかったって本気で思える内容を無料で段階的に学んでいただけるようになってるんで、ぜひねそっちも登録して自力でお金を稼ぐための知識やマインド身につけてほしいなと思います。片付けて帰ります。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい。